デジタル化に対応した人材を育成しようと、足利銀行が今日、行員を対象とした研修を行いました。この研修は、銀行内の業務効率化やデータの活用、そして取引先の企業へのデジタル化支援に役立つ人材を育てるために、おとといから3日間行われたもので、足利銀行の営業店の若手行員7人が参加しました。足利銀行は、おととしの4月から DX 戦略室を設置し、今年1月には経済産業省から DX 認定事業者に認定されるなど、デジタル技術の活用に力を入れています。今日講師を務めたのは、宇都宮市に本社を置き、ウェブサイト制作やシステム開発などを行うカテルの渡辺博明社長です。これは足利銀行が子会社のウィングキャピタルパートナーズのファンドを通じて、去年の11月にカテルのすべての株式を取得したことによる連携事業の一つで、カテルが取り組んでいる地域の中小企業の DX 化について実際の事例を交えながら解説していきました。参加した行員たちは、学んだことを実際の業務に生かせるよう熱心に耳を傾けていました。私もともと理系でして、化学の専攻してたんですけれども、その中で分析とかを結構行ってたんですね。で、銀行でもこの技術が、役立っているのではないかなと思いまして、今回DX ということがテーマだったので応募させていただきました。自分で今回学んだことを自分一人じゃなくて周りにもどんどん発信していけるようなといったところで、皆さんに還元をして、DX 人材になっていけるように精進していきたいなというふうに思います。すごい前向きな人ばっかりで、熱心に聞いてもらったと思います。地域の会社さんに金融だけではなくて、それ以外の付加価値のあるサービスを提供できるような人材になってもらえるといいなと思います。